扱うんやで。なんとなくスパーリングしたらあかんで。まず2ラウンドやからな、ちゃんと2ラウンドで出し切るようなスパーリングしたらあかんで。マークがもらうと最大ガードかなり低い時やからな、マークな。それ気をつけてな。じゃあ、ちゃんと自分がマークもらったら、何でもらったか、パッとその一瞬で判断して、判定せなあかんね。マークもっと後ろで頭振るとか、頭振りながら当てに行くとか。腹がちょい右少ないな。はい、その距離感、その距離感。
さ、あるマートファン好きだって自分が口にして、あるせめてせめてマートを責めさせろ、あるせめてあるせめるからマートさんを打つから、マート今の右側、あそこ打ち合いして、マート打って一発目外してカウンター、一発目外してカウンター、マート分かりました、ただオープンだけラスト30、マート出し切るんやで、マート出し切るんやで、出し切っても3回目、マート出し切れ、ほらハルク出し切れ、マート顎見て、顎見て、しんどい時頑張れ、あ、でかいでいいから全然アドバイスしてるやん、思ったこと言え、あるしんどかったらもらわないでください、はい、ゴー、ラスト3分、あるパワー持っていいからな、上ちゃんとカバーリングして、カバーリング、まずどうやってガードするか考えろよ、こんな双方のパンチだとあかんで、右手もあるし、左手もあるし、まっすぐ回す、右回す、アッパー回す、ボディー回すしな、いろんなことこうパンチ散らす散らす、ハルガードで出てるぞ、ナイス、ハルしんどくてもノーモーションが打てるから、ドーンってあ、まず今まで受けて打つのいいよ、まずボディも入れよ、上ジャンプ行って下ジャンプ行って、下ジャンプ行って上フックストレートとか、そう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 、こんばんは、もう春基本ガードで大丈夫や、その乱さないように、マートのフェイントでガード崩さないように、で春止めてパンチ止めてパンチの練習、止めて止めて止めて打つ、そう、あれ、静かやな、別に止まってんか、何打ってんねや、お前、なんかオーバーハンド振りか、あ、さあ、左打って右打つ、外から、あの止めれてるから、止めれてるから、さあ、手数立てる、手数立てるだけ立てよ、あとしんどいとかしんどいと無理しない練習、周りも終わってから打たれたらいいねんからな、しんどいとかでしんどいと無理したらあかん、まだ、あ、サボるな、サボるな、体動かせ、手動かせ、あれは40、そこでアッパー打て、ナイス、おお、バグ、バグしたら今ナイス、右上がる、はい、ラスト15。